トムラは資源回収、リサイクル事業やソーティング事業に関連するソリューションを提供する多国籍企業。ノルウェーやスケーに本社を置き、世界80カ国以上で事業を展開している。日本では住友商事との合弁企業であるトムラジャパン株式会社が事業を行っている。オスロ証券取引所上場企業。1972年4月1日。 アスケーに住むペッター・プランカとトア・プランカの兄弟が空の飲料容器を簡単に回収できる機器の提供を地元の食料品店を顧客に開始することで創業1974年にスウェーデンのワイン販売業者による受注を獲得したことから評判を呼び続いてヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の企業と相次いで受注契約が結ばれたアメリカで 従来のガラス瓶容器に代わり普及の始まったペットボトルの認識技術を備えた回収機器を1977年他社に先駆けて開発したことで事業が伸び1985年に株式上場企業となった1992年資源輸送会社のニロックを買収したことで回収機器の提供にとどまらない総合的なリサイクル事業者への飛躍を果たし アメリカでの売り上げの大きな伸びと新型自動回収機の投入が会社の成長を支えた。2000年代には企業の戦略的買収を相次いでいったことで売上が2倍以上に伸び、2010年食品ソーティング技術に強みを持つアイルランドのオデンバーグを買収、多くの買収に伴いグループ会社が増加したため、2015年にグループ内の事業者をトムラのブランド名に統一した。 現在の戸村は売り上げの約7割を占める資源回収、リサイクル事業に加えて食品や鉱物を対象とするソーティング事業を行っている。戸村製のペットボトル自動回収機日本では2001年に東京にオフィスが設けられ2008年7月、住友商事との合弁による戸村ジャパン株式会社が設立された飲料容器や コシのリサイクルに関するソリューションを提供しており、東京に本社を持つ。現在、セブンアイホールディングスやイオングループなど、日本各地のショッピングセンタースーパーで、トムラによるペットボトル、飲料缶の資源回収機やコシのリサイクルステーションが設置されており、一般の消費者が利用することができる。また、東京都中野区や足立区における資源回収事業を受託している。 トムラジャパン株式会社はスーパー店頭におけるペットボトルの効率回収と国内循環への貢献が評価され2017年経済産業省が講演するリデュースリユースリサイクル推進功労者投票賞において経済産業大臣賞を受賞した。ありがとうございます。